ああ。ミーム汚染は一種の電波現象で情報粒子に影響を与える。簡単に言えば、汚染されたものの特定の物事に対する感覚と認識を別のものに変えてしまうんだ。まるで映画のエフェクトのようにな。ミームウイルスは言語、音楽、動画などを通して伝播していく。そして人間とは自然と未知なるものに好奇心を抱く生物。ゆえにそこをウイルスにつけ入られてしまうんだ。たとえ現実世界であろうと、ミーム汚染は人間の思想を変えられる。それが夢の世界ともなれば、人が猿になる悪夢くらい容易に作り出せる。つまり忍者は邪推たちに娯楽に見せかけた媒体を広めさせ、忍徒たちの心に邪術の種を植え付けた。そして教師の座を奪い、忍徒を虐げ、心の中の邪術を発動させたということか。それが繰り返されれば、いずれ折紙村のすべての忍徒が邪推に同化され、忍者の傀儡になってしまう。なんと無情、なんと無慈悲な陰謀なのだ。あなたたち何の話してるの？それもセリフ？この演者のセリフは少々難解だが、ストーリーの大まかな流れとしては合っている。ガマ忍者さんはとっくに真相を見抜いていたのだろう。なぜ今まで行動を起こさなかったのだ？私は一階の監督に過ぎないからな。軽率な行動は控えるようにしているのだ。恐ろしい悪役を倒すには、諸君のような力のある主役に活躍してもらわなければ。このバナシたちを任命したのは学長代理のバナフェッサーだ。ここで私の話を聞くより、学長室に行って直接説明を求めた方がいい。これからのストーリーを楽しみにしているぞ。これからも私の出番はある？私の作品に出演したいのだろう。それならこちらに来て好きな脚本を選んでくれ。本当？やったー！天守閣で退治する時が来た。ことは一刻を争う。皆の者、忍びダッシュで移動するぞ。励むがいい演者よ。君には期待している。絶対に失望させたりしない。親愛なる学生諸君、予約もノックもしていないようだが、君たちを歓迎しようばな。戯言はそこまでだ。潔く白状するがいい。お主こそがお猿忍者さんの手下の邪推総長さんだと。隣の君、通訳を頼めるだろうか。要するに、折紙大学にミームウイルスが現れ、学生の間で大規模感染が起こっているということだ。そのミームウイルスこそバナーネモンキー。そしてウイルスを広めたのはお前の手下のバナシたちだ。はあ、この講義もう少し引き延ばせると思っていたのだが。否定しないんだな。それで、これは原始博士の陰謀なのか？陰謀？バナナナ、どうやらピノコニーを買いかぶっているようだな。この金の匂いしかしない偽りの楽園など、博士の崇高なる人類実験にはふさわしくない。
ここで行われているのはこの私二級研究モンキーの卒業研究ミームによる人類退化実験だ。研究は順調そのもの。ここの人間たち、特に学生のような若者はバナーネモンキーが大好きだからな。彼らは新しい共感覚無境バナーネの時を作り出し、その夢の成長、拡張、進化を導く触媒となるのだ。お猿屋が天下の民を苦しめるのは、ただ邪水がのさばる邪悪な帝国を作りたいからなのか？君の言葉は本当に分かりにくいな。もしかして私を罵っているのか？まあいい。凡人には人類退化実験の偉大さなど理解できまい。指導を始める前にちょっとしたテストをしよう。君たちはバナナの繁殖方法を知っているかね？市場に出回っているバナナはほとんどが食感を良くするために栄養生殖されたものだ。種もなければ花粉もない地下茎を株分けするという形で育てられている。正解。五湖白期前、博識学会によって人類が完璧だと思えるバナナの品種が作り出された。それがゴールデンネバナナ。ゴールデンネバナナは瞬く間にフルーツ市場を席巻した。それは栄養豊富で味は甘美、さらに皮は金色の光を放っている。そのバナナを栽培する農園は夜になると黄金の時のように輝くのだ。だがそのバナナは絶滅した。そうだろう。ああ、人工的にしか繁殖できないネバナナに進化の可能性はなく、むしろ全てが同一の遺伝子を持っているために一斉に同じ病気にかかりやすいという弱点があった。そしてある時からネバナナにとって致命的な宇宙真菌が生産ライン上で広がり始め、この宇宙を支配していた種はわずか数ヶ月で絶滅したのだ。お前は人類も同じだと言いたいのか？そうだ。ネバナナは繁殖力が極めて強い。グリーンのバナナから改良された種、人間の介入さえなければこのピノコニーのようにもっと多彩な光を放っていただろう。しかしここの人々は文明の粗末な模倣を選んだ。立ち並ぶ高層ビル、拡張を続ける都市、インフレする通貨、やがて彼らは自ら宇宙市場を構成するピースの一つになり下がった。ゴールデンネバナナのようにいつまでも変わらない脆弱で何の取り柄もない存在となったのだ。ピノコニーは間違ったバナイクを受けてきた。故に博士は道を誤った世界を可能性あふれる灰に戻してもう一度成長するチャンスを与えようと考えた。これこそが人類退化実験なのだ。拙者はそれの被害に遭った生計を訪れたことがある。一つまた一つと星を渡り歩いたが、口を聞ける忍者などどこにもいなかった。いたのは邪水だけ。お主はよく知っているはずだ。彼らは生まれつきそうだったわけではないと。
さっき通り過ぎた猿は数年前までは船乗りをしていて、いつも自分で作った酒を飲んでいた。遠くで他の猿と果物の取り合いをしているのは、かつていた星で一番の知恵者だった。彼は人間が空を飛ぶ方法を知っていたのだ。しかしこれからは猿として生きるしかない。気のせいか、君普通に喋れるようになったようだな。それともこの光景を見て昔のことでも思い出したのか。博士は天才だ。彼の理想は崇高であり、必ずや実現する。それとは反対に、愚かな凡人は非現実的な幻想にすがり、文明の進化を妨げる。人も物もそれぞれの役割を果たさなければならない。かなりの時間が経ったはずだが、まだその道理が理解できないのかね。博士の失敗作くん。お前の陰謀はここで終わりだ。随分と自信があるようだな。一つ聞くが、諸君はなぜ私が君たちの茶番を放置していたのか考えたことはあるか。折り紙大学はただのシャーレだ。捨てることになったとしても何も惜しくはない。ただそれを使って実験室に入った害虫を一網打尽にできたなら、ものの役割を果たしたと言えるだろう。バナバナ、講義はこれで終わりだ。何をしているメモキーパー。親愛なるプロデューサー、君のリクエストには全て応えた。約束通り、この芸術性皆無な呪いを解いていただこう。リクエスト？いやいや、リクエストに応えたと言えるのは、あのバナナ化しない頑固な猿たちを渡してからだろう。それはおかしい。私は苦労してファミリーの監視の目をかいくぐり、諸君を学校に潜入させ、君たちを悩ませるレンジャーの問題も解決してやっただというのに、今度は演者の所有権を渡せというのか。彼らは皆期待の盟友だ。まだまだ掘り下げられるストーリーが残っているというのに、このまま退場させるわけにはいかない。ミスターレック、これは相談ではない。私に猿の意見を聞く義務などないのだ。3システム時間もしないうちに、君は学生たちのようにバナーネモンキーになる。監督としてのキャリアを終わらせたくなければ、素直に彼らを引き渡せ。 NG、 断る。バナフェッサー、なぜ私が君たちの手に落ちたのか分かるか。博士の行方を突き止めたことは褒めてあげよう。だがこそこそ後をつけても気づかれないと思うのは、
いささか傲慢すぎるのではないか。君の資質は実験動物の基準にも満たないのだぞ、大監督くん。残念だが君の脅しに意味はない。私は素晴らしい映画を撮るためならいくらでも危険を冒せる。芸術に身を捧げる覚悟はとっくにできているのだ。一度クランクインした以上リスクを背負うのは当然のこと。たとえクレジットの名前に探検譜をつけられることになろうと、真の監督なら撮影を中止することなどありえない。結局のところ君も決して届くことのない夢のためにもがく哀れな猿でしかないのだな。ならばその身を捧げる準備をするといい。憎しみとは全ての弱者の弱点である。ホーリーバナナ、またか。これこそ私がバナーネモンキーから学んだことだ。よく考えてみてくれ。私たちが感じる喜び、悲しみ、そして一瞬のインスピレーションは全て体内の伝達物質の変化に依存している。特定の手段を使えばその物質が合成されまた分解される。つまり少し手を加えるだけで人の心を変えることだってできるということだ。そこで私は結論を出した。どんなに思慮深い行動でもジャンプという単純な動作より高度とは言えないのだと。何言ってんだ。俺は他の場所を渡るぜ。わかった。あれ、ちょっと待って。ねえ、どこ行くの。せっかく内部推薦してあげたんだから割れ目立ちするのはやめて。せめて人に銃を向けないで。ありがとな、七死人のジョーちゃん。まさかあんたの発言権がこんなに強いとは思わなかったぜ。石油列車は今猿の開拓でもしてんのか。こんな才能別に欲しくなかったけどね。でもバナシスタントがうちは優秀な人材だって言っていきなり高ランクの部員賞をくれたんだ。はあ、思考の放棄を提唱する部活で才能あるって言われてもな。別に間違っちゃいねえだろ。さっきのあんた夢中で聞き入ってたじゃねえか。興味本位で聞いてただけで別に信じてるわけじゃないもん。あの人たちの言葉って全然陰踏んでないし絶対デタラメだよ。っていうかあんたはどうやってここを見つけたの。サラちゃんが好きってわけでもなさそうだけど。え、大好きだぜ。ホーリーバナナ、レンジャーはな、サルを見たらその場で宙返りするくらい喜ぶんだ。この人は指名手配犯を追ってるの。だから保安官みたいな格好してるのね。指名手配されてるのはこの人の方っていうか。え、ま、ゆっくり説明してやんね。俺はそこら辺を見て回ってくっからよ。大丈夫だよ、あの人は顔が怖いだけだから。炭鉱から聞いたんだけど普段はよくラブリーとかキューティーとか言ってるんだって。もしかしたら可愛いものが好きなのかも。これこそ私がバナーネモンキーから学んだことだ。バナナ、バナナ。どこも怪しいところはねえな。逆にバナナが怪しいぜ。
七死人のジョーちゃん、ちょっといいか？ちょっとって、ここじゃダメなの？あ、気にしないで、美月さん。私はあっちで待ってるから。はぁ、やっと落ち着いたところだったのに。あ？マジで俺を人畜無害なお人よしだと思ってんのか？ふざけた大学ごっこはやめにして、そろそろ本題に入ろうぜ。七死人、そっちの進捗は？てか、いつから原始博士に目つけてたんだ？原始博士？そうだね、情報交換しよう。あんたから先にどうぞ。なるほど、やっぱりそうだったんだ。予想通りだね。それでドリームリーフで何か収穫はあった？いや、何もなかったが、それだな。それで構わねえ。こういう時の解決法はどうせ一つしかねえからな。お互い場数を踏んできた者同士、これ以上は言わなくてもわかるだろう。うん、ちゃんと分かってる。話が早くて何よりだ。じゃあ、ここをぶっ潰すぞ。ああ、今の流れって冗談言う感じだったよね。なんでそんなおっかないこと言うわけ？え？冗談じゃねえからに決まってんだろ。ここにいんのがカンパニーの犬どもだったらとっくにぶち抜いてたぜ。だが、どこを見ても目に入るのはガキばっかだからな。さすがに手は出せねえ。原始博士はよく関係ねえやつを盾にする。同じ策には一回ハマれば十分だ。そんなこと言って今回も策にはまろうとしてるじゃん。銃が後発する瞬間が見たことはあるか？タイミングが悪けりゃ弾を撃ち込まれるより効く時があるんだぜ。あの部活の裏でどんなバナナ野郎が糸を引いてんのかは知らねえが、ドリームリーフに響く雑音からしてそいつはこの場所に興味を持ってるはずだ。俺らが本気で暴れりゃ向こうもじっとしてるわけにはいかねえだろ。他に方法がねえなら俺の案で行かせてもらうぜ。優秀な部員さんよ。あるにはあるんだけど、まずは落ち着いて一度モンタナに会いに行こう。優しく接してあげてよね。バナナ！え？なんで逃げちゃうの？一緒に遊びたいのに。美月さん、話は終わったの？うん、ちょうどいい機会だから改めて紹介するね。この人はブートヒル。さっきはちょっと誤解があったかもしれないけど、本当はとってもいい人なんだ。大丈夫。後で思ったんだけど、ピノコニーって宇宙各地から観光客が来るから、どんな人がいたっておかしくないのよね。そうそう、うちも何度か指名手配され、いや、十何回か。まあいいや。本題に入るけど、今日ってバナーネ部のお偉いさんの講座があるって言ってたよね。それって今からでも間に合うかな？違うわ、美月さん。あれは講座なんてものよりずっとすごいんだから。あれは権限なの。次は真のバナーネモンキーを見られるのよ。バナナか。じゃあ今までのは偽物だったってのか？ううん、そうじゃなくて、バナーネモンキーは一瞬で大流行したから、その起源がよく分かってなくて、今でもいろんな憶測が飛び交ってるの。でも唯一の起源は必ず存在する。そして私たちはそれを目にすることができる。無駄に変な定義を付け加えられてない本来のバナーネモンキーの姿をね。
よくわかんないけど、なんかすごそう。学生の中にも権限に参加したことがある人はいるわよ。その人たちはなんて言ってたの？何にも言わなかった。でも彼らは、そうね、強いて言うなら世界の果てにでも行ってきたような雰囲気があったわね。みんな幸せになってて、すごく羨ましいわ。それは面白い。何が何でも会いたくなってきたぜ。なあ、その権限ってのが始まるまでまだ時間はあるんだよな。ちょっと、あんた今度は何するつもり？よう、兄ちゃん。バナ、バナナ。おい、見えてねえのか？バナ。バナナ。おいおい、たかがテレビ見るためにそこまですんのか？あ、戻ってきた。これがモンタナの言ってた権限みたい。バナーネモンキーに会う唯一の方法はバナシスタントとリンクすることなんだって。お待たせしました。おや、他にもバナーネモンキーに会いたい部員がいるのですか？え、会いたいのは俺だけだ。はあ、またそうやって便乗しようとして。バナーネモンキーのことをよく知らないとリンクできないらしいよ。君は見ない顔ですが、一般の部員ではありませんね。ええ、俺には才能があるって言われてっからな。え、才能がある？俺はホモハビリスクラスの部員、ナンバー244の三月なのかだ。ああ、君が。噂は聞いていましたが、君には本当の意味で本源に踏み入るポテンシャルがありそうだ。さあ、こちらに来てください。ちょっと、何してんの？こうすりゃ手っ取り早く黒幕に会えんだろ。外の見張りは任せたぜ。ちょっと、おーい、早くない？この人って本当に才能あったの？答えは簡単。この方は誰よりも過去に戻りたがっているのです。ああ、バナナが。どういう意味だ？権限ってこれで終わりか？またお会いしましたね。今までに見た一番ボロいバーでもここよりは立派だったぜ。これのどこが権限なんだ？美しい幻想で人を欺くのは卑劣な行為。それはバナーネモンキーが人々に伝えようとしている精神とは正反対にあるものです。多くの部員がここを訪れ、
何かを得ようとしました。真理、幸福、平穏ですが、ここに答えはありません。あるのはたった一つの質問だけ。これによって君はさらに不幸になりますか？何言ってんのかさっぱりだね。ご心配なく、今から詳しく説明しますので。例えば君にモルトジュースを飲むのをやめろと言ったら、まず何を思いますか？とりあえず一杯飲む。そうですよね。今この瞬間、君はそう思っているはずです。やめろ。クラシックってのは永遠に変わらねえもんだ。そういうのってねえじゃん。たまには新しいもんを試してみるのも一興だろ。どんな時でも自分を見定めることは大切です。ほら、これが質問された時に君が思い浮かべたものですよね。しかし、どちらを選んだとしても心残りはあるでしょう。なので、現実ではありえない状況を想像してみてください。モルトジュースへの依存がなければ、この質問をすることも、そこから2つの思考が生じることもありませんでした。ここで改めて質問しましょう。これによって君はさらに不幸になりますか？バナラが、どういうことだ。マジで飲みてえ気持ちがなくなったぞ。人の頭を勝手に引っかき回しやがって。道理で共感覚ビーコンがバグるわけだ。こんなゲートこいつにできるはずがねえ。裏に隠れてる奴はどこにいる？次はより複雑な問題に目を向けてみましょう。例えば君の憎しみ、カンパニーに対する憎しみとか。まさに消えることのない怒りの炎と言えるでしょうね。分かってんなら何か言う前に少しは考えろ。火遊びが過ぎると自分まで焼かれちまうぞ、バナナが。まあまあ、そう焦らないでください。バナーネモンキーは許せだの憎しみを捨てろだの、口先だけで説教することはありません。バナーネモンキーは君の復讐を応援しています。そう、今のように。なんだ、かかってきやがれ。消化勝利。大事ない。全体に着目だ。クローズドリース形成。涙雨。降りて溢れる。生と死、君らに選ぶ余地はない。決闘だ。引き金を引かねえなら死にやがれ。かかってきやがれ。ご褒美だ。一発タイムサポートシステム。退け。いった人事をなす。恩名転換。すべてが消える。気分はどうですか？ふざけんじゃねえ。偽のターゲットなんか倒して何が楽しいんだ？言いたいことはわかります。ですが、少しでも気が晴れることをすればリラックスできますよね。リラックスすればするほど、人は耳に痛い忠告も聞き入れられるようになるのです。では先ほどと同じように、現実ではありえない状況を想像してみましょう。
復讐のために生きる者が憎しみを失ったら何が起こると思いますか？これによって君はさらに不幸になりますか？バナナが、へりくつこねやがって。だが、どういうことだ？あんま悪い気分じゃねえ。ああ、そうだな。誰があんなこと気にするってんだ？いいですね。君は理解するのが早いようだ。では、次の講義を始めましょう。巡回レンジャー。憎しみはそう簡単に消せるものではない。それは理解しています。これは最も難しい講義になりますので、私がそばにいるようにしますね。早速始めましょう。レンジャーさん、これによって君はさらに不幸になりますか？はあ？言ってることはよくわかんねえが、あんた、なんか面白い格好してんな。兄ちゃん初めて見る顔だが、名前は？初めてではありませんが、そうですね。私のことは、プリモン教授と呼んでくれ。へぇ、教授様か。私は一階の研究モンキーに過ぎない。そして君は、間もなく私の研究報告書に記載される実験対象となる。折り紙大学の茶番を終わらせるのは簡単だが、何より大事なのはここ、ドリームリーフだ。君という変数を抹消するためでなければ、わざわざ実験のペースを緩める必要もなかった。だが、この講義もこれで終わりだ。さあ、進むがいい。君の人生の新たな幕を開けるために、私は終点で待っている。いわゆる知恵とは、常人では決して耐えられない呪いだ。故にそれを失ったところで、君はさらに不幸にはならない。色を失っても、君はさらに不幸にはならない。音は君の邪魔になるだけだ。
説明はあと、早く手伝って。モンタナたちも起こさないと、早く。あ、待って、これって、これは恩恵だ、七死人のお嬢さん。君はレンジャーのお友達が手にするはずだった幸せを葬った。動かないで。もちろん動かないとも。武力に訴えることが目的ではないからな。私は征服するためではなく、証明するためにここに来たのだ。証明って何を？私は自分の論点を証明する。そして人々の渇望に応えるのだ。モンタナ？ミツキなのか。あなた何をしようとしてるの？ちょっとモンタナ、まだわかんないの？あんたの後ろにいるのは悪いやつなんだってば。どうしてそんなこと。私、あなたもバナーネモンキーが大好きなんだと思ってたのに。あなたはバナ？モンタナ。ああ、とりあえずここを離れよ。好きにしたまえ。君が証明の最後のピースを埋めてくれることを楽しみにしている。は？意味わかんない。こっち。ぼーっとしてるみたいだけど、まだ寝ぼけてるの？バナナな。何こいつら、なんで道塞ぐわけ？ここを離れるのは構わないが、実験サンプルを勝手に持ち出そうとするのは感心しないな。実験サンプル？いかにも。改造によってサイボーグと化した体は生身の肉体と違い、物質的な退化はしない。その鋼のように揺るぎない心はいかなる侵食にも抵抗できる。この巡回レンジャーがどんな姿になるのか、実に興味深い。まだ戸惑っているようだな。それは猿になって理性を失った人々が私に操られていると考えているからか？だとしたら、彼も操られている可能性があるとなぜ疑わないのかね。じゃあ、巡回レンジャー、すまないが、このお嬢さんを撃ってくれないか。嘘。ちょっと待った、殺人は違法だぞ。ましてこんな綺麗な嬢ちゃんに引き金を引けるやつなんているわけねえだろ。ああ、もしかして今俺が主役とか。この銃のせいか。悪くねえ銃だが、こいつで人の命を奪うのはごめんだ。あんたらのトラブルに首を突っ込むつもりはねえ。じゃあな。じゃ、まさかあんたが見せたかったのってこれ？ああ、君も知っての通り、ここはただの夢だ。たとえ夢の中で猿になったとしても、現実の肉体に生理的な退化が起こることはない。彼はその鋼のごとき強靭な精神力を持って、より貴重なサンプルとなったのだ。
彼の精神は壊れなかった。そして今ここに立っているのは猿でもなく巡回レンジャーでもない。今の彼はまだ故郷が無事だった頃、何不自由なく草原で暮らしていた過去のブートヒルだ。不完全な対価、実に興味深い。記憶から推測するに、ブートヒルが初めて盗賊を撃ったのはこの状態から約10年後のことだ。なんと奇妙なことか。スイートドリーム劇団にしても私にしても銃を持った彼の前では無力そのもの。だが彼は撃とうとしない。引き金を引く力は体ではなく心に宿る。ただの子供の彼はまだ人を撃つ覚悟ができていないのだ。さてカウボーイ君、こちらへおいで。共に最後の課題を完成させよう。原始博士の味方をする巡回レンジャーに、培養によって生まれた裏切り者、また素晴らしい論文が書けるはずだ。夢？ダメ！言っちゃダメだってば！静かに、お嬢さん。調香するときはきちんとマナーを守りたまえ。バナナな。何こいつら、なんで道塞ぐわけ？バナナな。何こいつら、なんで道塞ぐわけ？何こいつら、なんで道塞ぐわけ？これは夢でも見てんのか？ああ、君の記憶に基づいて。そういえば最後の記憶は何だね？遊牧していた時か、それとも薪割りしていた時か？いや、確か熱々のシチューを食べてた。妙だな、いつの間に寝ちまったんだ。まだやることが山ほど残ってんのに、またニックに蹴り起こされちまう。その名を口にするのも久しぶりだろう。それもそうか、今の君にとってカンパニーの暴虐は遠い未来のことだからな。はあ？何言ってんだ？まったく、変な夢もあったもんだぜ。とにかく、君は現実に戻らなければならない。どうだね？夢から覚めるのは辛いか？辛い？まさか。残念ながら、夢の中にいる奴は俺の暮らしてる大地を見れねえが、あそこはな、誰だって自分の父はここがいいって思えるくらい綺麗な場所なんだぜ。まだ若いというのに面白い表現を使うな。別におかしくはねえだろ。人間ってのは自分を慰めることを学ばなきゃなんねえ。いずれ死ぬってことを受け入れることもそのうちの一つだ。アルガンアパシェには使徒は万人に降り注ぐ最も公平な愛であるっつーことわざがあってな。死ってのはお人よしにとっては高潔を保てるもので、悪党にとっては全てを終わらせてくれるものってことだ。なるほど、つまり君は死など恐れていないということか。ではこちらに手を出してくれ。君なら
最も公平な愛を宇宙の隅々まで広めてくれるだろう。原始博士の名のもとに。これが最後の教えだ。君に博士の哲学を徹底的に叩き込もう。そして一つの星が哀れにも消えることになる。オーケー先生、ただ一つ言っておかなきゃなんねえことがあるんだ。外しちまうんじゃねえかって心配してたんだが捕まえたぜ。これなら絶対に外れねえ。何？バカな。確かに退化したはずだ。たぐ、さっきまで万が一あんたがいいやつだったらって気が気じゃなかったんだぞ。だがこれで分かった。死ぬ前にバカななんて言うのは悪党くらいだからね。俺は耳が遠いわけじゃねえ。ベラベラ大声で喋ってた時、俺が善悪を区別してるかもって考えなかったのか？マジでニックの言ってた通りだ。復讐に理由なんざ必要ねえ。この世に学ぶ必要のないことが一つだけあるとすりゃ、それは悪党を撃つことだってな。なぜこんなことが。まだ子供だというのに。生まれながらの悪党だろうと、初めて人を撃つときはためらうはずだろう。あ？ああ。あんた、一つ誤解してるぜ。血に濡れた指名手配犯と引き金を引いたことのないカウボーイにはある共通点がある。それはそいつらには同じ本能があるってことだ。悪を撃つっていう本能かな、ベイビー。俺の共感覚ビーコンをいじったんだろ、ハニー。特別に一つ秘密を教えてやるぜ。今から一発の弾丸であんたを愛する。この言葉は改ざんなんかされちゃいねえ。マジで思ってることだ。君らに選ぶ道はない。万人に降り注ぐ最も公平な愛で、特にあんたみてえなどんどん落ちてく可愛い子ちゃんにとってはな。ひゃっ、触れて溢れる。なんだ、飯食ってないのか。決闘だ。すべてが消える。なんだ、飯食ってないのか。退け。引導を渡そう。なんだ、飯食ってないのか。陰陽転換。かげって消えやがれ。すべてが消える。人事をなす。引き金を引かねえなら死にやがれ。涙雨降れて溢れる。これは死のいいとこの一つだ。どんな苦悩や理念があろうが、あんたが死んじまえばそれを聞かずに済むからな。いや、この感じちょっと来るの遅かった。それは今終わったことに対して言ってんのか、それともこれから起こることに対して言ってんのか。これから始まる。あ、そうだった、助けを呼んでこないと。あんたの頭も急いで見てもらわないとね。な、必要ないっつーの、ベイビーが。あ、共感覚ビーゴンが治ったのか。ホーリースイート、やったぜラブリー。え、それって
こいつを壊したら治ったってこと？なるほど。じゃあバナシスタントが直接あんたに影響を与えてたんだね。どんなに複雑に見えても蓋を開けてみりゃ案外シンプルだったってケースはザラにある。だから人ってのはそんなに賢くなる必要はねえのさ。行くぞ、鳴らし人。援軍を呼ぶ必要はねえ。あちこちで撃ちまくれば解決するってんなら、ピノコニーで俺よりうまくやれる奴はいねえだろ。そうだ、部員の諸君、これから起こることは終わりではない。ドリームリーフを起点に美しい世界が降臨する。そして彼の視線は私たちが共に築いた異形に注がれるだろう。何が異形だって？ハニー、全員注目！単刀直入に言うが、これはベイビーの陰謀だ。分かったらさっさとここから離れろ。またあなたたち？この前のことはまだしも、プリモン教授の前でバナーネモンキーを悪く言うなんて、自分が何をしてるか分かってるの？モンタナ、聞いて。やめとけ。こいつらに聞く耳があると思うか？レンジャー君、原初に戻ることは？ああ、誰があんたに聞いた？一回しか言わねえぞ。俺はあんたの哲学も苦悩も聞く気はねえ。どんな悪党でも撃たれりゃ死ぬ。でもって、俺はちょうど銃を持ってる。こんなシンプルなことに頭を使う必要はねえだろ。わかるか？ハニー、俺は講義を受けに来たんじゃねえ。この講義を終わらせに来たんだ！運命は時間をラーメンのように引き延ばす。忍びの都はお猿忍者さんによって地獄と化した。その惨状は大嵐の神も思わず目を覆い、ため息をつくほどだ。最後の忍者、両蘭忍者 AKA 蘭波はマスター・クチャのもとで10年にも及ぶ辛い修行に耐え、あらゆる忍法を収め、どんなに長いマントラでも逆からスラスラ唱えられるようになった。しかしマスター・クチャは分かっていたのだ。ランハに他の忍教の教えを受けさせ、彼女を無常の忍道を実践する両蘭忍教に育て上げることでしか忍びの都は救えないことを。牛三つ青、一筋の流星が夜空を切り裂く。それこそが忍と蘭波の終わりであり、忍教蘭波の始まりであった。
初めて見る顔でな。お主は？我は巡視の神殿を得た任侠、お猿忍者さんを討ちに来たのだ。任侠？では拙者の試練は終わったということか。試練？最終試練、末法の日にお猿屋の陣を破り、この地を覆う災厄を退けることだ。その拙者は任侠を名乗れるだろうか。おお、大嵐の神よ、なんと毅然とした忍びソウルだろうか。なるほど、そなたほど純然たる忍者であれば任侠を名乗っても問題はないであろう。お会いできて光栄だ、両蘭任侠。10年に及ぶ苦行の末、一夜にして称号を得ることになるとは。拙者は両蘭忍法を無駄にはしなかった。あ、マスタークちゃん、この瞬間を見せられたらどんなによかったか。では我は忍者を討ちに行くゆえ、これにて失礼する。待ってくれ、拙者も今や忍者に対抗できる任侠。お主の助立ちをさせてはもらえないだろうか。いや、そなたの狩りは終わっている。これは我の狩り。リリ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 リ。カット。なるほど、この演者は CG 映画に向いているようだ。今日は面白い演者が揃っているな。グリーンバックの中に生きる者、身分を変えた者、そしてよりもポテンシャルのある夢の地のスターオブザフェスティバル。改めて謝罪しよう。私とバナフェッサーは確かに協力関係にあった。ミームである私は読んどころない事情によって敵の手に落ち、致命的なミームウイルスに侵されてしまったのだ。なるほど、先ほどの空間忍法は実に精妙だった。お主がメモリーガーデンのメモリー忍者ならば、あの出来にも納得がいく。それはあの学長室での裏切りは演技で、真の目的は俺たちをここに連れてくることだったということか。あるいは自分を助けるためだったと言うべきかもしれないな。つまり次女バナナか。なぜ皆の言葉が。それはバナ語が我々の骨の髄にまで浸透しているからだろう。ピノコニーの夢は人々の欲望に根ざしていて、ミーム汚染はそれに不可逆な影響を与えている。バナーネモンキーの流行は始まりではなく終わりだった。その瞬間からバナーネの時は誕生する運命にあったのだ。ピノコニーの夢と今回の猿の夢の違いは、継続時間と影響を与える規模か。さすがは炭鉱君、君は演技が上手いだけでなく、コミュニケーション学への造詣も深いようだな。流行とは潮のように満ち引きするもの、つまり必ず廃れる時が来る。バナーネモンキーのブームは抑えられなくても、まだできることはある。それはブームの落ち目を前もって上映することだ。どうすればいいか。ではここで今夜の主役となる演者を紹介しよう。忍者の演者、君だ。答えは拙者の過去にあるということか。
プリモン教授は先ほど君のことを博士の失敗作と呼んでいた。それで興味が湧いたのだ。なぜ君は奇妙な忍者の世界観にこだわるようになったのかと。そしてこれまでのバナイクを通して、私は君がバナーネモンキーミームに対抗できるのは独自の世界観を維持しているからではないかと考えるようになった。そしてバナフェッサーのセリフはどれもある可能性を示している。これは原始博士のもう一つの実験かもしれないという可能性を。ランハ君、おそらく君はすでに別のミームウイルスに感染している。銀河忍法帳にはサソリの毒は蛇の毒を解毒することができ、毒種は時に甘露となると書かれている。お主の言う通りだ。拙者は昔お猿屋の手に落ち、邪悪な忍術に苦しめられ、永遠とも思える時間閉じ込められていた。しかし命がけで檻を破り、そこから逃げ出したのだ。もう遠い昔のことだが、今この記憶がピノコニーの明日のために必要ならば、拙者は雲をかき分け、それを再び火の元にさらそう。面白い、実に面白い。ウイルスもミームのように互いを上書きできるということか。君の記憶の中のウイルスを編集してうまく切り出せれば、猿たちの共感覚無境を壊せるかもしれない。映画の第3幕としては素晴らしい展開と言えるな。ただストーリーを進めるために、ビッグスター君、また君にキーパーソンになってもらう必要があるようだ。どのようなミームウイルスであろうとメモキーパーにとっては致命的だ。だが君は違う。主人公としてこの映画の裏にある真実を必ず明らかにできる。私のフィルムを使い、彼女の記憶をこの局面を打破するためのマクガフィンへと変えるのだ。頭の中のバナゴがだんだんはっきりしてきた。早くしないと。あの監督のやり方を考えると、ランハの記憶を切り出せなければ俺たちもここを離れることはできないだろう。ここは慎重に行動しよう。バット忍者さん、拙者の過去を見に来たのか。血も涙も情けもない過去を前にしたら意識を失ってしまうかもしれない。万全の準備をしてくれ。任侠とは何だ。いかにすれば任侠になれる。テンプか、血筋か、伝承か、それとも忍びソウルが必要なのか。どれも違う。大海のように広い銀河忍界には星の数ほどの忍者がいるが、任侠は稀有な存在なのだ。今任侠の伝説絵巻が開かれる。両乱任侠の過去物語を見るときは全力で理性を保ってくれ。解放申請。権限が不足しています。パスワードを入力してください。ヒジュ君、この程度、どうということはない。これは、ランハの声。過去のランハか。リン、ピョウ、
と、しゃ、はっ。正しいパスワードを確認しました。生体遺伝子編集終了。扉を開きます。お猿屋の封印、この程度か。たとえ蛇術によって感覚が遮断されていたとしても、ここで繰り広げられている悪事は手に取るようにわかる。実に憎らしく、嘆かわしい。俺、記憶の中のランハになったのか？ってことは、ここが忍びの都？想像と全然違うな。これで試練は終わり。戻ってマスターに一見して修行を続けよう。バンナバナ。対価目標、興味項目、遺伝子抗体深度 7%、 バイタルサイン安定。これはお猿忍者さんの忍び石膏。檻の中のものを監視しているようだ。大嵐の神、悪党が世界を手に入れようと企んでいるというのに、あなた様はなぜ安らかに眠っていられるのか。この書物にはお猿忍者さんの蛇術と罪の証拠が記されている。血も涙もない悪行の数々、これを読めば誰もが震え上がるだろう。恐ろしい、実に恐ろしい光景だった。人間が標本のように透明な水牢に並べられ、蛇術に苦しめられていた。俺は末法世界の一側面に過ぎない。マスター・クチャ、秘術を解いたぞ。な、まだ認知システム時間しか経っておらんではないか。マスター・クチャ、今の拙者は忍徒と言えるだろうか。もちろん、忍道に入って間もない娘よ。お主の決意を認めよう。今日からお主は両蘭忍法を継ぐものじゃ。マスター、心より感謝する。見よ、この陰に覆われた町、罪にまみれた土地、やがて苦難と憎悪を育み、同時に悲しみまでも育み、全ての希望を飲み込み、渦巻く血類の大波。無常で無常、無類で無類、お猿忍者の聖者、蛇術の産物、百姓は絶望、野放し邪水に苦しめられし世界、それらは天下の怒りに至り、お主が忍教の意志を継ぎ、忍者の罪を清算してくれ、忍びの都の長き夜に終止符を打つのじゃ。お主の手で取り戻せ、百姓たちの平和な暮らしを。全力で修行に励み、いつかマスターの言う両蘭忍教になってみせよ。お主のその覚悟に感服するぞ。だが
お主には忍者と戦うために忍者としての名前が必要なのじゃ。名前？ AKA3 は名前だろうか。それはわしにもわからん。名前とは理想を乗せ、信念を刻み、運命を示すもの。お主だけの人号なのじゃ。だからこそお主自身で決めなければならない。ではランハで一心不乱に邪道を破り正道を示す、このマスターの最初の教えを名前にしたい。よかろう。ではどうも、はじめまして、両蘭忍と AKA 蘭波さん。これより忍者になるための修行を始める。ついて来られるか。無論、忍者に痛みはつきもの。絶対に逃げたりはしない。邪水か。だがこれはお猿忍者さんを憎み、マスタークチャの門下に入った両蘭邪水だ。三号、薬を飲むのだ。多量の忍びパワーが含まれているという闇の秘薬、服用すればとてつもない苦しみを味わうことになる。しかし忍教になるにはこれを毎日服用しなければならない。そうして体内に忍びパワーコスモを築き、心身を鍛えるのだ。恐れるな、忍教たるもの、恐怖を抱いてはならない。忍びの都のために。この激痛はランハが実際に味わったものなのか。この苦行を3000日耐え抜けば、拙者も忍教のように屈強な体を手に入れられる。彼女は相対監守、同館の主であり、我ら両蘭衆の後ろ盾でもある。彼女は鳴神大観で忍者の潜在能力を目覚めさせ、雷遁忍法で知恵を授け悟りを開かせる。それにより忍者の体は忍びセンスを有することができるのだ。三号、出力を上げるぞ。耐えてみせろ。研究所の未来はお前にかかっているのだから。そうだ、忍びの都の未来は両蘭忍教によって切り開かれる。拙者は約束を果たさなければ。逃げてはならない。忍教は逃げたりなどしない。忍教になるために。いくらなんでもひどすぎるだろう。この苦行を3000日耐え抜けば、拙者も忍教のように並々ならぬ神通力を行使できるようになる。この邪水たちは
お猿屋の反円周だ。日々拙者と腕比べをして忍び空手の腕を磨いていた。三号ストレス軽減反応能力育成訓練レベル4、下級の戦闘モンキーとの戦闘。あの邪水たちに勝てたことはない。なぜなら拙者はまだ一階の忍徒に過ぎないからだ。だが両乱忍教を目指していながら数匹の邪水すら倒せない。その程度のものがどうしてお猿忍者さんを倒せるというのだ。戦おう。夜明けにカラスが鳴き始めるまで戦おう。引いてはならない。忍教は決して引いたりしない。忍者を倒すため狩りを始めよう。大事ない。ドリームカムトゥルー。引導を渡そう。涙雨降りて溢れる。コラボスタート。そうよ、一体人事をなす。すべてが消える。またそれか。はっ。生と死、君らに選ぶ余地はない。引導を渡そう。涙雨降りて溢れる。三号訓練レベル4通過、評価アップ。銀河忍法帳には忍道は長い、故に苦難をスケートボードにして進むことと書かれている。この苦行を3000日耐え抜けば拙者も忍教のように無敵の力を手に入れられる。マスタークチャと相対監修。3号にミームウイルスを使う。これは実験の役に立つのか。よく聞こえる。拙者の忍びリスンパワーは忍者のささやきまで聞こえるようになったのか。これはめでたい。ホモハビリス22、わしらは3号の精神体制を高める必要がある。回りくどいことを。お前はただ彼女の苦しむ姿が見たくないだけだろ。な、彼女が今後の実験に耐えられるとは限らん。だがミームウイルスによる認知干渉を行えば彼女の精神を安定させられる。実験も順調に進むじゃろう。わかった。だが個人的な感情は捨てた方がいい。お前がサンゴを野放しにしているから研究モンキーたちが不満を垂れている。彼女はたった2システム時間で改造倉庫のパスワードを解除した。ゴリラのように檻に閉じ込めておくわけにもいかんじゃろう。マスター、悩む必要はない。ただの身体的苦痛ごときで拙者の忍びソウルをくじくことなどできないのだから。
情報寄縮度 74%、 意識アンカーポイントロックオン。まもなくミームの焼き付けが始まる。ランハ、準備は良いか。忍者がお主に施した邪術がついに解かれるぞ。時間だ、早く離れよう。さもなければ我らも影響を受けてしまう。見える、見えるぞ。臨海にこれほど立派な都があったとは。よかった、うまくいったようじゃな。そういえばなぜ忍者なんだ。銀河忍法庁。それは一体。弱き者を守るため、零落した忍びの都を救うため、正義の忍教が世の忍者を狩るという内容の漫画じゃ。巡回レンジャーを避けるために研究所を閉鎖してからというもの、わしの集めた漫画が彼女の唯一の娯楽じゃった。なるほど、三号の言動がおかしい理由はそれか。はあ、彼女に無駄な知識を与えないよう注意した方がいい。知恵の道は一つしかない。それ以外の道を歩んだところで進歩の妨げになるだけだ。特に必要がないのは凡庸な善悪感だな。巡回レンジャーがもたらすトラブルにはもう懲りたんじゃないのか。そのように視野が狭くては一生博士の目を引くことはできないだろう。な、どうじゃろうな。そもそも博士はわしらのような凡人のことなど気にしておるのじゃろうか。三号をホモハビリス22に引き渡す？なぜじゃ。決まっているだろう。お前は卒業できないからだ。ホモハビリス22の報告によれば、お前は実験を間違った方向に導こうとしているそうだな。待て、彼女に直接話を聞きたい。第17研究室の代表として皆さんに私どもの理念を伝えることができて光栄です。皆さんが目にしたように、今の宇宙は捨てられた一箱のバナナのようです。腐っていく世界を救うために人類は退化しなければなりません。退化してさらに退化する。そうすることで文明に再び無限の可能性を与え、知恵の栄光を取り戻すのです。こうした偉業は凡人の夢を薪にしなければなりませんが、世間の厳しい叱責を恐れることはありません。薪になれることは幸せなのです。朽木は燃えている時にこそその進化を発揮するのですから。人も物もそれぞれの役割を果たすべきなのです。皆さん、実験中の猿たちにこの幸せを理解してもらい、彼らと共に幸福の中で燃えましょう。燃えろ、燃えろ、燃えろ。ホモハビリス22、これは一体どういうことじゃ。私はすでに卒業した。これからは猿22と呼ぶがいい。なぜという顔をしているな。あれは人類退化実験で選別した遺伝子を使い、研究所が全力を挙げて培養した新人類だ。しかしお前は彼女を狂人にした。故に研究モンキーは今後は私に飼育を主導させることを決めたのだ。誰が主導するかはどうでもいい。だが実験を続けてはならん。彼女が壊れてしまう。それなら心配するな。すでに4号を培養している。何か問題が起きた時は新しいものを補充すればいい。
彼女は小さな頃からわしが育て上げた子じゃぞ。お主には道徳心というものがないのか。道徳？私に道徳を説くつもりか。バッカス2の道徳は全ての家庭の次男をナヌークの供物にすること、天魔星間公国の道徳は二足歩行の生物が四足歩行の生物の奴隷になること、そしてカパカラ星では青い目を持つ者が外に出ないことが道徳とされていた。道徳は人々の知性を縛り、それらの世界に終わりをもたらした。ゆえに原始博士はその三つの世界を人類耐火実験のターゲットにしたのだ。我らの犠牲は凡俗な者のためではなく、人類に幸福を与え、宇宙を進化させ、博士を満足させる未来のためにあるのだ。あ、相対監修、なぜ銀河忍法帳を破いているのだ。認知の隔離はミームウイルスを消滅させるための第一歩だからだ。お前の天才にも匹敵するほどの知能はこのゴミによって破壊された。分かったなら自分の手で破り捨てろ。これは両蘭忍教の秘宝。そんなことできるはずがないだろう。変だな、お前はずっと従順だったではないか。ホモハビリス7号の言うことは聞いていたのに、なぜ私の言うことは聞けない。硬い筋肉だな、まるで岩を叩いたようだ。空手、なぜ空手を。早くこのゴミを破り捨てろ。お前がうまくやれば私とホモハビリス7号は恩恵を受けられる。あいつを失望させたくはないだろう。マスタークちゃん、わかったぞ。これはきっとマスタークちゃんの試練だ。拙者の忍び断捨離の心を試そうとしているのだな。相対監視とマスタークチャ、何を話しているのだろうか。ホモハビリス2に彼女を処分することは許さん。3号も失敗作だった。彼女は収容室に押し入り、混乱を引き起こした挙句、研究モンキーに対して無礼な態度を取った。これだけでも十分不合格の理由になる。あれはただの事故であったとお主も分かっておるだろう。私は研究モンキーであってバナシではない。あんな風に彼女を育てたのはお前だ。研究室もその責任を追及するだろうな。この拙者は間違っていたのだろうか。そんなことはない、ランハ。お主はよくやっておる。真の任教はひたすらに己の忍道を貫くものじゃ。お主は忍者の陰謀をくじき、罪なき人々を救った。すでに真の忍びと言えよう。拙者は本当に真の忍者になれたのだろうか。ああ、もちろんだとも。忍と乱派よ。弟子入りして早5年、お主は苦行に耐え試練を乗り越え、あらゆる忍法に精通するまでに至った。今日ここに両乱忍者の名を与えよう。これからお主は忍者を討伐する先兵となり、
忍びの都を牽引していくのじゃ。ありがたき幸せ、心より感謝する、マスタークちゃん。この巻物を持っていけ。これには両蘭忍法の奥義が記されておる。その奥義は、邪水が恐れる異彩を放ち、忍者の陣をことごとく破ることができるのじゃ。これを忍びの都に振りまき、インクの色彩ではびこる闇を払い、罪と悪に抗う旗を掲げよ。しかし、何を書けば。それはわしにもわからん。お主はただ心の中に思い描く絵を表現すればいい。それがお主だけの忍法となるのじゃ。つまり何を描くかはお主自身が決めなければならん。わかった。ここがジンの目がある場所か。マスターによれば、両蘭忍法は忍者のジンを遮断することができるらしいが、蜜樹を注いだ異彩でジンの目の蜜樹を覆う。なんと奇妙な忍びサイエンスだろうか。両蘭忍婦開。よし、これで忍者のジンは破られた。ホモハビリス7号、これはどういうことだ。研究所が電子落書きまみれて、セキュリティシステムもダウンしているではないか。わからんが、おそらくハッカーにでも侵入されたのじゃろう。すぐに対処する。急げ、すぐに手を打たなければレンジャーが来るぞ。マスタークちゃん、両蘭忍婦の配置は終わったぞ。よくやった、両蘭忍者。これで忍者の陣はわしらの通信忍術を制限できなくなった。来いレンジャー、このバカバカしい茶番を早く終わらせてくれ。やめろ、ホモハビリス7号、何をしている。ホモハビリス22、実験対象を騙し、学術仲間を騙し、挙句研究モンキーまで騙すとは。第17研究室の最大の過ちは、お前のような詐欺師を入れてしまったことだ。相対監修、何を言っているのだ。ランハ、彼女は忍者の部下なのじゃよ。何だと、相対監視が裏切り者。もういい、戦闘モンキーども、こいつらを始末しろ。両蘭忍者、今日の試練は裏切り者を倒すことに変更じゃ。承知、先ほど習得した両蘭忍法、今ここでマスターにお見せしよう。そうよ、一体いった。湘南に過ぎないよ。涙雨降りて溢れる。生徒し、君らに選ぶ余地はない。ふっ、人事をなす。
ドリームカムトゥルー、コラボスタート。またか。ふっ、ちはっ、いた、陰陽転換。生と死、君らに選ぶ余地はない。全てが消える。涙雨ふっ、降りて溢れる。消化少尉涙雨ふふ、降りて溢れる。またか。生と死、君らに選ぶ余地はない。なぜだ、この戦闘モンキーたちは研究モンキーが手塩にかけて育て上げた戦士。日夜苦行に励んだ甲斐があったというもの。これが両乱空手だ。見ろ、これがお主らの言う失敗作じゃ。この実験はわしらが共に行ったもの。わしらが乱波をここまで育て上げた。彼女は卓越した知性、優れた知覚、強大な力を持っておる。教えてほしいものじゃの。彼女のどこが失敗作なのか。博士の理論を疑うなど言語道断。研究モンキーたちにはきっと彼らなりの考えがあるのだ。もうすぐセキュリティシステムが復旧する。原始博士の怒りを受けるがいい。身の程をわきまえない巻きどもめ。お主は間違っておる。原始博士はわしらのような凡人など気にかけん。ランハ、試練は終わった。行くがいい。しかしマスタークちゃん。ランハ、行け。わかった。お前、武器を隠していたのか。一体何を。ホモハビリス22、お主のおかげでわしは気づくことができた。道徳は確かに偽善的で浅はかなものであると。故にわしは道徳を捨てることにした。待て、銃を下ろせ。私たちはずっと共に歩んできた仲間ではないか。そんなことをすれば。相対監修、時勢の句を読むがいい。これは因果応報である。警告、 C11 通路に非承認人員が出現。保安モンキーは防御システムを起動してください。忍者はここに陣を敷くつもりだ。マスターに渡された忍びサイエンスで間もなく到着する任侠のために道を切り開こう。警告、 C11 通路の防衛システムに故障の疑いあり。技術モンキーは速やかに点検を行ってください。忍びラッシュ。警告、通路の防衛システムに大規模障害発。警告、 C11 通路の防衛システムダウン。 C11 通路の
箱の外の空気はこんな匂いだったのか。おい、大丈夫か。初めて見る顔でな。お主は巡回レンジャーだ。救援信号をキャッチした。原始博士一派の縄張りを突き止めるのはジャングルでたった一本のバナナを見つけるより難しい。任侠では、拙者の試練は終わったということか。試練？何を言ったこと。ああ、また猿に狂わされたかわいそうなガキか。最終試練、末法の日にお猿屋の陣を破り、この地を覆う災厄を退けることだ。拙者は任侠を名乗れるだろうか。マジか、全部お前一人でやったのか。10年に及ぶ苦行の末、一夜にして称号を得ることになるとは。拙者は両乱忍法を無駄にはしなかった。マスタークちゃん、この瞬間を見せられたらどんなに良かったか。なるほどな、このガキはミームウイルスに感染してんのか。普通の人間ならとっくになってんのに、なんでこいつはこんなに元気なんだ。私の話を聞け。今のお前は危険な状態にある。早く治療を受けないと脳みそが爆発するぞ。待ってくれ、拙者も今や忍者に対抗できる任侠。お主の助太刀をさせてはもらえないだろうか。ふざけやがって、死んだら復讐はできない。ガキ、お前は遵守の道を歩みたいのか。一旦足を踏み入れたら後戻りはできないぞ。構わない、拙者は止まることなく全ての悪を払ってみせる。たとえ矢が鶴にかかり永遠に戻らないとしても、一心不乱に邪道を破り正道を示す人道を貫く者だけが任侠になれる。拙者はもう決めたのだ。素晴らしい、実に素晴らしい。ビッグスター君、君はいつか私のような偉大な監督になるだろう。この記憶ならより強烈な印象を与えるクライマックスを演出できる。だがその前に、あちら側もクライマックスのための前奏曲を奏でる準備ができたようだ。よし、大丈夫、もう問題ないわ。ああ、そいつはよかった。ただ何度も言ってるが、俺の頭が平気かどうか確かめる必要はねえ。だってあんたが悪いことした理由を考えないと。精神状態がおかしかったっていうのは理由になるかな。え？どういう意味だ。そんなに悲観的になる必要はないわ。それにしても敵の本当の目的がドリームリーフだったなんて。二人がバナーネブで体験したことが何よりの証拠ね。あなたたちのおかげで陰謀は一時的にだけれど阻止できた。だが状況は依然として厳しいものだ。すまない、実は悪い知らせがあるんだ。いい知らせもあるよね。残念だがいい知らせはないな。そっか、じゃあ最悪の知らせがないだけマシって思うことにする。変化は今も続いている。ドリームリーフの猿の数がどんどん増えてるんだ。あの猿は十中八九ここに住んでいた人たちだろう。私が感じ取った通りね。ドリームリーフを覆う雑音はまだ消えていないわ。ああ、誘惑と言うべきか誘導と言うべきか、あの雑音は
人々の心の隙間に入り込んだ。信用できるハウンドにバナシスタントを見つけ次第排除するよう頼んだのだけど、焼け石に水かもしれないわね。ミカさん、ここにいるメンバーの中でドリームリーフに一番詳しいのはあなたよ。何か案はないかしら。時間がないから単刀直入に言わせてもらう。ドリームリーフではバナシスタントたちが密かに活動を続けている。猿になっていない住民を見つけては深淵に引きずり込んでいるんだ。二人が手を貸してくれればきっともっと時間が稼げるだろう。そしてロビンさん、あんたこそこの危機を乗り越えるためのキーパーソンになるかもしれない。だがあんたに助けを求めるということは、最悪ドリームリーフとファミリーの境界線がなくなってしまうことを意味する。この先のドリームリーフがどうなるのか、正直確かなビジョンが欲しい。なるほど、分かったわ。それじゃあブートヒルさんと美月さんは行動を開始してちょうだい。二人の行動が終わる前にこちらも決断を下すわ。ドリームリーフの原則に背くことになるからこそ俺はためらってるんだ。飯食ってないのか。これ式を狙え。そうよ、一体かかってきやがれ。涙雨降れて溢れる。よかった、モンタナはまだ変化してないんだね。ほら、あいつらって全然。ちょっと、まだ話は終わってないんだけど。モンタナを放っておくわけには。ブートヒル、後で合流しよう。あ、別に逃げるわけじゃないからね。言われなくてもあんたが逃げるなんて思ってねえよ、七死人のジョーちゃん。猿以外の演者に会えるとは嬉しい限りだ。そうでなければこのシーンがあまりにも単調になってしまう。この登場の仕方は少しわざとらしい気もするが、時間は有限だからな。オープニングくらい少しわざとらしくしてもいいだろう。あんたロビンの仲間か。いや、ちげえな。メモキーパーか。おや、なかなか鋭いではないか。だが私の身分などどうでもいい。こうして君たちの前に現れたのは、映画の美学に対するこだわりからに過ぎない。ホーリーベイビー、何言ってやがる。ここから離れろって忠告してやろうかと思ったが、意味不明なことを言う奴は別に猿になっても構わねえ。静かになっていいからね。
何の伏線もなかった私の登場は君にとっていささか唐突なものだったろう。普段であればこのような雑なプロットを受け入れることはないのだが、この映画のために私はこだわりを捨て、二人のレンジャーに小さな手がかりを与えることにしたのだ。ああ、ランハに言われてきたのか。道理であいつみてえな回りくどい喋り方をするわけだ。ドリームリーフを救う手段が一つある。ファミリーが介入すればここの異変を解決するのは決して難しいことではない。だがこれは誰もが受け入れられる方法ではないだろう。あんた、ここの連中のことを見くびってるな。ここにいる奴らが外の美しい夢を捨てたのは自分を取り戻そうとしたからだ。そんな奴らがトラブルごときでファミリーに頭を下げると思うか。ミカ君もそう思っていたようだが、情熱だけでドリームリーフは救えない。今この瞬間も私は悲劇を取りたいとは思っていないのだ。この困難を乗り越えたい。だがファミリーの支援は受けたくないとくれば、ドリームリーフの人々は自分たちだけの調和の歌を歌うしかない。その歌のために私は来たのだよ。諸君には贈り物を用意した。次のシーンの大筋をな。時が来ればおのずと何のことかわかるだろう。何を根拠にあんたの話を信じろってんだ。この映画の中で私は監督であり演者でもある。自分がクランクアップする直前のシーンで完璧を追求しないわけがないだろう。私自身自分の登場方法には満足していない。だがきっと君のパフォーマンスがこのシーンをさらなる高みへと押し上げてくれるだろう。あのキューティーが小細工してねえわけがねえよな。そんじゃ何が入ってんのか見てみようじゃねえか。キューティー大したもんだぜ。ドリームリーフの奴らに調和の歌を歌わせるには確かにこれよりいい方法はねえ。さてそろそろビッグスターに会いに行かねえとな。ホーリーベイビー、この場所はファミリーの助けが必要なほど落ちぶれちゃいねえ。だったわ、ミカさん。私も最善を尽くしてみる。待て待て、今何の話してたんだ。あ、ブートヒルさん、外の状況は。ええ、ひでえもんだったぜ。ああいう光景は何度も見てきたが、やっぱ気分のいいもんじゃねえな。他に方法はないのか。なんだ兄弟、まさか俺もファミリーへの挨拶の仕方を覚えなきゃなんねえのか。その逆だ。ドリームリーフでそんなことは絶対に起こらない。所詮俺はただの守護者でドリームリーフのリーダーじゃないからな。
住民たちの選択をどうこうする権利はないんだ。選択？あんた連中が自分から望んで猿になったと思ってんのか？いや、自分の在り方を追い求めてここに来た人たちが自我を消して幸せになることを望んでいるとはとてもじゃないが考えられない。仮に住民たちが自分の意思で破滅に向かうのなら、それを止めるつもりはない。だがそれは彼らが正しい選択を下せる状態にあることが前提になる。そうくなくっちゃな。もし本当に猿になることを望んでいるなら、それも一つの選択だ。その意思を否定したりはしない。ただロビンさんなら彼らに再び正しい選択をする機会を与えることができると思うんだ。ファミリーに気づかれないようにこの危機を打開する方法は確かにあるわ。調和の調律は雑音を消すことができる。住民たちが私に合わせて歌ってくれれば、ドリームリーフに鳴り響いている邪悪な曲を打ち消せるかもしれない。ただ、一部の人たちのファミリーに対する先入観を考えると、簡単なことではないわね。さらに重要なのは、ドリームリーフにファミリーの声だけが残った場合だな。この困難を乗り越えられたとしても、ピノコニー最後の自由の地は、その名だけを残して滅んでしまうだろう。それなら全部の音を一気に鳴らせばいいじゃねえか。聞け、俺にいい案がある。ついてこいビッグスター。こっからはあんたが道を踏み外せるかどうかにかかってんぜ。見ろビッグスター、ドリームリーフで合唱大会を開くにはこの方法しかねえ。これは詳しい説明はするまでもねえだろ。それともいつもお高く止まってるあんたにはこんなもん使いこなせねえか。そんなことない。音楽に関することなら何だって多少はできるわ。正直これは少し無茶な要求だと思うけれど、でも無茶苦茶な危機には無茶苦茶な方法で立ち向かうべきなのかもしれないわね。それでいい。必要な奴らは俺が絶対見つけてきてやっからよ。ダンスで世界を救った奴もいれば、泣いただけで相手を倒した奴もいる。今度は俺らの番だ。気球存亡の時一緒にド派手なパーティーを開こうぜ。でも無茶苦茶な危機には無茶苦茶な方法で立ち向かうべきなのかもしれないわね。よう、兄ちゃん震えてんじゃねえか。まだ飲み足りねえのか。おい、そこのカウボーイ、人を冷やかす暇があるなら手を貸してくれ。お、ちょうどいいな。俺も手を貸そうと思ってきたんだ。今から言う場所に行ってみろ。面白いもんが見れるぜ。これは俺の持論だが、人間ってのは賢くある必要はねえんだ。ダンスホールで一曲踊ってる間に問題が解決してたなんてこともあるからね。カウボーイ、あの時の、まさかロビンさん。みんなついてきて。彼の言うことは信じられるわ。モネラ、急にどうしたんだ。まあいいか、狂っちまったのはお前だけじゃない。どうせなら言われた場所に行ってみよう。おい、ぼーっとしてる場合じゃねえぞ。
今あっちでパーティーやってんだ。相当弾けるやつだぜ。興味ねえか。話はミカから聞いてる。ファミリーのハーモニーに加われ？クソくらいだ。俺の喋り方を真似てんのか。そっちがその気なら俺にも考えがある。バカバカしいと思う気持ちもわかるが、とにかく言ってみろ。パーティーであんたらの縄張りを取り戻すか、自分たちのためにレクイエムでも演奏してもらえ。お前チンピラを見るのは初めてか。俺はミカとは違え、マジで撃たれないと思ってんなら、その考えを改めた方がいいぜ。どういうことだ。猿になってない奴の王が狂ってやがる。お前の言う通りにする。だから銃を下ろせ。ああ、俺は忠告してるわけでも、上から目線でアドバイスしているわけでもない。ただみんなが思いつかなかった選択肢を提示したいんだ。自分を救うかどうかは自分たちで好きに決めればいい。順調そうだね。邪魔すんのはやめとくか。お、誰が来たかと思えば。どうだかな。まあそれはいいとして、うちと別れてからバナシスタントを倒した分の功績半分ちょうだい。いいぜ、半分やるよ。ってちっとも減ってないじゃん。早く行こう、急がないと。その必要はねえよ。別の方法を思いついたからな。つうかそっちはどうなんだ、用事は済んだのか。私もできるだけ手伝うわ。おいおい、これどういうことだ。こいつのバナシスタントをやったのか。美月さんが教えてくれたの。そもそも私はバナシスタントの影響を受けてない。原因は他にあるんだって。モンタナは何も悪くないよ。あいつら何もかも捨てた方がいいとか言ってるけど、実際はみんなを猿に変えないと相手をコントロールできなかっただけなんだから。あいつらの人を惑わす言葉がどんだけ理にかなっていようが、弾丸には勝てっこねえさ。ま、とにかく用がないならついてこい。いい場所に連れてってやる。わあ、なんか賑やかだね。今の時代、合唱するっつったところで集まるやつなんかいねえが。パーティーっていや、我先にと集まるもんだね。え？パーティー？ブートヒルさん、戻ったのね。実は、ミカさんにたくさん助けてもらったの。ここにいる人たちのほとんどは、私のことを信じてない。まして、調和の力なんてもっと信じていないわ。でも彼らはミカさんのことを信じているから。俺のことを信じているというより、ただここを諦めたくないんだろう。みんなやる気はあるようだ。ファミリーに頼る以外の方法で困難を乗り越えるのはドリームリーフにとって初めてのことだからな。で、一体ここで何するつもりなの？言っても信じられないかもしれない。こんなやり方を認めるなんて、正直俺自身もどうかしてると思ってる。何ビビってやがる。俺は定期的に狂ったことをしねえと余計に狂っちまうんだ。ほら始めようぜ。クライマックスになったら俺が全員に一杯おごってやる。ここにいんのはみんないいやつだからな。先にお礼を言わせてくれ。ありがとう、ブートヒル。ただ
ジェシーさんの代わりに伝えないといけないことがある。この前の7杯分のツケ、まだ支払ってないだろう。だがまあ、今回はあんたに助けられたからな。その支払いは俺が持とう。今までいろんなイベントを開いてきたけれど、今回は特に特別だわ。本当にうまくいくかしら。心配すんな、ビッグスター。一つ面白い話をしてやる。この体を改造したばかりの頃、別に下手に触ったわけでもねえのに、記憶モジュールが壊れちまうことがよくあったんだが、医者からは原因は修理が終わってから探せばいい、大事なことはとりあえず紙にメモしとけって言われたんだ。それからどうなったと思う？何日もメモする羽目になったのさ。ついでに記憶モジュールがよく壊れる理由もわかった。どうやら保存しなきゃなんねえものが多すぎたらしい。どうして今その話を？決まってんだろ。あんたが今信じなきゃなんねえのは、自分じゃなくてここにいるこいつらだってことを教えるためだ。ここにいる奴らの記憶モジュールは壊れちゃいねえ。タフな脳みそは何もかもを忘れて猿になるためにあるわけじゃねえんだ。そうだろ？そうね。それじゃあ始めましょう。むちゃくちゃな危機はむちゃくちゃな方法で解決するべき？俺はそうは思わねえ。ドリームリーフの歌は自由であるべきだ。始めようぜ、ビッグスター。いや、今は DJ って呼ぶべきだな。行こうぜ、七死人のジョージャー。それとも別々に座るか？いい、実にいい。音楽は素晴らしい映画になくてはならないものだ。ダーリン、あんたクランクアップしたんじゃねえのか？ああ、だから今は演者ではなく監督として見学している。どんな調和の歌になるのか気になってしまってな。時々心の底からいい映画が生まれるという予感がすることがある。それは大抵ただの通行人や大衆を撮影している時に感じられるものだ。この映画に登場する演者のほとんどは当然主役とは言えない。しかしそんな彼らの何気ないワンシーンの中にも人の心を救う魂の光を見ることができる。だが全てを失った時、彼らは何を求める？賢者の導きか、強者の手助けか。どちらも違う。私が思うに彼らに必要なのはカメラだ。そしてスクリーンの前に座った人々はこの世で最も素晴らしい物語を見ることができる。そんな複雑なもんか。監督さん、俺に言わせりゃ、それこそが人生だ。前奏が聞こえるな。タンサンドは鳴き声のようで、六度音程は止まらないため息。軽量音は問いかける。私たちは死ななければならないのかと。しかし七度音程は慰める。生命は存続できる。やってみなければわからない。ロビンさん、俺にできることは？いいえ、もう付き添ってもらわなくても大丈夫。さっきまでは緊張していたけれど、それもすっかり収まったから。なんだ、もうパーティーの雰囲気に酔ったのか？そうじゃないわ。ただ今まで見落としていたものを見つけたの。見落としていたもの？あの壮絶な経験をした後、
私の人生は変わって当然だと誰もが思っていた。でもそんなことはなかったわ。鳥と飛ぶことに関してもまだ正しい答えを導き出せていない。何か思いついたとしても長い時間をかけて吟味していろんな方法で検証する必要がある。多分今頃は兄様も同じことをしているんじゃないかしら。じゃあ今日から始めるつもりか？いいえ、そういうわけじゃないわ。ただこれから起こることを考えていたら、突然聖火隊は常に敬虔な心を持って団結することを求められていたことに気づいたの。でもダンスホールにいる人たちはそれぞれ個性や違いがあっても、照明に照らされている間は同じように見えるでしょ。調和の本当の問題はもしかしたら観客じゃなくて照明にあるのかもしれない。今この瞬間のように人々には聖章しか選択肢がないわけじゃない。それぞれ違う声を上げていてもお互いにつながることができる。それこそが調律なの。この調和の歌なら不協和音さえも包み込むことができると信じているわ。私がドリームリーフの音を引き出してみせる。これじゃロビンじゃない？クライマックスへ至るための条件が揃った。さあ華麗なるフィナーレを迎えよう。ランハ、忍びサイエンスはまだ完成しないのか？もう少し待ってくれ。銀河忍法帳にも急いで折ってもいい布はできない、強火で煮ても肉は柔らかくならないと書かれている。銀河忍法は千変万化、これがスーパー忍び巻物だ。すでに先ほどの忍法メモリーを中に注入してある。ガマ忍者さんの言葉が正しければ、これが邪推たちを倒す刀となるだろう。ああ、この忍者のミームウイルスを含んだ記憶を共感覚無境に投入すれば、中にいるバナーネモンキーの存在を上書きすることができるはずだ。飛竜忍者さん、バット忍者さん、どうか拙者についてきてほしい。そして共に邪推総長さんのあべこべドリームを終わらせよう。折り紙大学とドリームリーフの人たちはまだ危険にさらされている。そろそろ出発しようばな。バット忍者さん、まだ何か用があるのか？今は時間を無駄にはできないのだが。夢の地にいる多くの生命の安寧に比べれば、拙者の過去など取るに足らないもの。それについてはまた今度話そう。ガマ忍者さんが錬成した過去を両蘭忍法の異彩に注ぎ込めば、邪悪な帝国を爆発死産させ、忍者の陣を打ち破ることができる。これがかつて学んだ忍びサイエンスだ。バット忍者さん、早く行動を起こそう。夢の地を燃やしている不思議な炎を消せるのは我ら忍者だけなのだから。
さあ演者の諸君、最後のシーンを演じる準備はできたか。皆の者、狩りの始まりだ。妊婦で邪水の幻術を破ったのだ。目は覚めたか。ミスターレックは俺たちを騙していなかったようだ。お前の記憶は確かにバナーネモンキーの影響を取り除くことができる。その証拠に口から出る言葉も元に戻った。ここがバナーネの時か。至る所にバナーネモンキーの痕跡がある。ここにいるバナーネモンキーはおそらく折り紙大学とドリームリーフのバナファンが変化したものだろう。ああ、ここは間違いなく拙者とバット忍者さんが訪れた元凶。その時はまだこれほどの邪水はいなかったはずだが、邪術の影響を受けた人がどんどん増えたのだろう。これは全てお主の仕業だな、邪水総長さん。バナバナ、残念だ。君たちの邪魔がなければここはもっと賑やかになっていただろうに。これからさらに残念なことが起きるぞ。お前の実験の失敗だ。思うに彼女の脳内にあるウイルスを使いここを破壊するというのが君たちの計画だろう。しかしここにいる猿たちを見たまえ。時代遅れの漫画が本当に無境の一番の流行を上書きできると思っているのか。それは無理だな。拙者も忍徒たちに両乱忍道を歩むことを強要するつもりはない。我らがすべきなのは失意の人々を目覚めさせ荒れ狂う邪悪な波を沈めることだ。ああ、バナーネモンキーを忍者の物語に置き換える必要はない。自分を見失った人たちを目覚めさせるだけでミームウイルスの力は大きくそがれる。そして人々が盲目的にバナーネモンキーを追いかけなくなればこの無境を簡単に破壊することができるだろう。なるほど、あのメモキーパーは君たちに余計な知識を教えたようだ。それなら期末試験を行うしかないな。来るがいい。いつでもお主の挑戦を受け入れよう。宣戦布告した後に遁走するとは卑怯者め。奴が何をしようとしているのかはわからないが、とにかく周りのバナーネモンキーを片付けよう。俺たちにとって最大の脅威はミームウイルスだからな。飛竜忍者さんの言う通りだ。先ほど渡したスーパー忍び巻物は持っているな。邪水の道に足を踏み入れてしまった忍徒たちを空手で目覚めさせるのだ。猿の数が多すぎる。早く片付けた方が良さそうだ。拙者の忍法は邪水を外に送るだけのもの。安心して忍び空手を使うといい。忍びラッシュ。Thank you.
望とは人々の欲望が向かう先、調和の美しい夢の中で、それは力に等しい。邪水総長さんはこの忍びサイエンスボールに乗ってここを離れた。我らも早く追いかけよう。いつまで逃げる気だ。我らに勝てる自信があるのなら、なぜ勝負しようとしない。バナナナ、まだ講義が始まる時間ではない。焦る必要はないぞ。浮いている密樹はミントたちの使用。彼らがミンドを諦めたのは邪水総長さんに惑わされたことだけが理由ではないようだな。ああ、キノコにの生活は見かけほど理想的なものではない。それは崖の縁にあり、軽く風が吹いただけで谷底に落ちてしまう。我らはその風を止めなければならない。たとえニントが身を投じることを望んでいたとしても、それは邪悪な風によるものではなく、己の選択によるものでなければならないのだ。忍びダッシュ。今のコアにはどれだけの実験体の願いが込められているのだろうな。千か、それとも一万か。人も物もそれぞれの役割を果たさなければならない。この成果を使い、今後の実験の妨げになるものを排除しよう。忍びダッシュ。早く追ってくるがいい。放出はこの先だ。マナーネモンキーの数がどんどん減っている。ウイルスが少しずつ弱まっているのだろう。無意味な問題で時間を浪費するのは終わりにしよう。そろそろ答案用紙を提出する時間だ。待て、奴は俺たちを誘導しているようだ。飛竜忍者さん、ためらう必要はない。相手が何か企んでいるのだとしても、それを破ればいいだけの話だ。忍びダッシュ。バナ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 。邪水は残りわずか。戦況国は拙者とお主が出会った場所。まさか狩りの始まる邪水はここにいる。バナ、実験の成果がかなり減ってしまった。この劣等生どもめ。邪水総長さん、もう逃げ場はないぞ。おとなしく両乱忍法の制裁を受けるがいい。ふん。AKA3、 人類耐火実験によって選出された32の文明の良質な霊長類遺伝子を有しているが、とある見習い研究モンキーの誤った育成により道を踏み外してしまった。しかし、その見習い研究モンキーは悔い改めることを知らず、巡回レンジャーと秘密裏に通じ、研究室に多大な損失をもたらした。
そして最終的に最低最悪の失敗作だけを残したのだ。忍者の命令に従い周囲を害することしか知らない邪推が何の資格があって拙者を批評する。それはもちろん私には夢があるからだ。この前の課題の続きといこう。バナナは栄養生殖する植物であり、一本の茎から無数のバナナの木が生まれ、広い林にまで成長する。これで一つの生計、さらには宇宙の飢餓問題を解決できるのだ。一方、利己的な植物は個性や自我を強調しながら勝手に種をまき野蛮に成長する。己の遺伝子を後世に受け継がせることは知っていても同類への貢献は知らない。さあ答えたまえ。宇宙の尺度から見て淘汰されるべきは誰で、生き残るべきは誰なのか。もういい、黙れ。学校が始まった時は自由を追い求めろと言っていたくせに、今ではその意義を嘲笑い、バナナは失敗作だと言っていたくせに、今ではそれを褒めたたいている。それはバナナと言っても比喩だろ。それとこれとは話が違う。悪人は悪事を働くための言い訳を常に用意して自分を正義の立場に置こうとする。己の欲望のために自己矛盾を抱え、屁理屈をこねるのだ。そんな者の抗議に耳を傾ける必要などない。邪推総長さん、でたらめを言うより自制の句を考えた方がいいぞ。失敗作、君たちは全員バナナ科の失敗作だ。失敗作にとって天才の知恵は手の届かないもの。だが私ならもっと原始的な方法で君たちに理屈を教えることができる。この美しい夢の泡が見えるか。ファミリーは数えきれないほどの調和の願いと性格の力を使ってピノコニーを築いた。そして私は猿たちの諦めを集め、この夢の泡、つまりバナーネの時を作り上げたのだ。今バナシとバナシスタントにその全ての力を委ねよう。はい、バナナナナ召喚、最後のバナイクの時間だ。この講義の名は無双。邪推大戦、ウルトラ性格最爆誕。バナ、まずい。バナーネの木の力が消えた。熱湯性ショック、君たちはバナイクの規則に著しく違反しています。バナナナ、処罰を受ける準備をしなさい。この地壮絶狩猟の場となる両乱忍法戦災。スタンバイ、アドリブで始めよう。引導を渡そう。It's Showtime! コラボスタート。君らはこの力について生徒し、君らに選ぶ余地はない。退くがいい。繊細、
ドリームカムトゥルー。涙雨ひゅっ降りて溢れる。これしき全てが消える。俺、君たちに任せた。騎兵がいるから必ず全てが順調に進むわ。会える。邪水大戦ウルトラ正確再爆弾。バナ、まずい。バナーネも気の力が消えた。熱湯性ショック。君たちはバナイクの規則に著しく違反しています。バナナナ、処罰を受ける準備をしなさい。いつしょコラボスタート。あなた、引導を渡す。消火焼夷。両乱忍挙、両乱忍法、錦絵。世の万物に人事をなす。スタンバイ、ドリームカムトゥルー。いつしょコラボスタート。全てが消える。またそれか。チリ族がいい。繊細陰陽転換。涙雨降りて溢れる。銀河忍法千変万化。行くぞ奥義忍法両乱滅殺陣。ザンザン、グーハッ。アドリブでまたそいつショータコラボスタート。またそれか、またそれか。陰陽転換。出発の時間。ひゃっ。これこそが本当の知恵。これこそがバナイクの力。不利などな。そうよ一体。世の万物に人事をなす。ザンザン、グーハッ。バナイクバナバナ、このバナイクは失敗か。実現できない夢は木になっているバナナだ。バナナ、
さっきまで講義を受けてたのに。バナナは？ジャングルは？どこ？あんた、タンコ！それに、ランハ？おお、ルリ忍者さん、それにシルバーガンシュラさんも！ホーリーベイビー！俺よりド派手にやりやがって！まさか、これほど偉大なビジョンが落ちこぼれの薪に奪われてしまうとは。邪水総長さん、これ以上人々を貶めるのはよせ。忍道には上も下もない。忍道を求める者は忍徒となり、忍道を掌握する者は忍者となる。そして忍道を貫く者は忍教となるのだ。意味がわからないバナナ。それは同感だ。もうこいつと喋んのはやめようぜ。原始博士が育てた猿にはどうせ何を言っても無駄だ。こいつをどうするつもりだ？ああ、とりあえずたっぷりお仕置きしてから考える。塩水に浸したベルトで打ちまくってカンパニーが俺にした最低最悪の仕打ちを受けさせてやるのもいいかもね。邪水総長さんの罪は重く厳しい罰が必要だが、それは懺悔させるためではない。お猿忍者さんの居場所を教えてもらうためだ。お？死んだふりか？あんたのために用意した釘バナナを見てもそのおふざけが続けられるか見物だな。もういいカウボーイ、おもちゃ相手に芝居をする必要はない。おもちゃ？ハニー、あんたのそのカエルの方がよっぽどおもちゃっぽいじゃねえか。はあ、君は助監督を傷つけた。その下品なセリフ回しは本当に直した方がいいぞ。ただの小道具を拷問したいというのならそれはそれで構わない。だがアスデナの辺境で目を覚ましたチンパンジーは今頃出航の準備をしていることだろう。シルバーガンシュラさん、拙者のスーパーリッスンパワーでも邪水の音は聞こえない。ガマ忍者さんの言っていることは本当のようだ。ベイビーが、こんだけ苦労したのに結局無駄骨だったってことか？仕方ない。おい、なんでそんな落ち着いてられんだ。あんた毎日あのクッソモのことを口にしてたじゃねえか。死ぬほど憎んでたんだろ。もうどうでもよくなっちまったのか。夜は長い。忍教の憎しみは忍教によって封じられるべきだ。ピノコニーは平和な時代を迎えることができた。今はこの夢の地の人々に太陽の光を抱かせてあげよう。憎しみはいつか消える。だが人々の心の中にある忍道は決して消えないのだ。ランハ、お主は己の忍道を理解しておるか？もちろん。拙者の忍道は両蘭忍教になることだ。忍道とは忍者が一生をかけて貫くもの。それだけでは忍道とは言えんの。では忍者を倒すことだろうか。いつかお猿忍者さんを倒したとして、その後は両蘭忍教になりたいのはただ憎い仇を打ちたいからか？この世にいる忍者は彼らだけではない、そういうことか。さよう。銀河忍界には星の数ほどの悪党がのさばっておる。
しかし神は今を生きる者を気にかけたりはしない。そして優れた忍びパワーを持つ忍者マスターたちも互いに争っておる。これこそが末法の世じゃ。ならば拙者の忍道は止まることなく全ての悪を払うことだ。たとえ矢が鶴にかかり永遠に戻らないとしても、一心不乱に邪道を破り正道を示せ。末法の世が終わるまで。なんかすごいことになってたんだね。うん、今度冒険するときは絶対うちも連れてってよね。ふん、お前が勝手にどこかに行ったんだろう。まあ別にいいけど、こっちだってあんたたちの見てないとこで活躍してたし、今回スムーズに問題を解決できたのだってうちのおかげなんだから。それは褒めすぎだよ、バッド忍者さん。セミナーが終わって本物の学長代理や教員たちも戻ってきたようだ。大学側は今回の件を公にしていない。もしかしたらミスターレックが当事者たちの記憶の一部を抜き取ったのかもしれないな。怖っ。え、うちらの記憶は取られてないよね。もう記憶喪失になるのは嫌なんだけど。でもあの人のおかげで彩りの夢学園祭を再開できるんだもんね。うん、今度は思い切り楽しもう。ああ、そういえばロビンさんが広場で開会式の司会をするそうだ。見に行ってみるか。あれってモンタナたち戻ってきたんだ。ダンス部部員募集中。やっほーモンタナ、元気？あ、美月忍者さん。え？あら、知らない？今流行ってるミームで元ネタはミスターレックの新作銀河忍法帳なの。あ、そういえばうちまだギャラもらってない。まあいっか。ところでモントナ、今でもバナーネモンキーって好き？バナーネモンキーなんでそんな古臭いものの話をするの？古臭い？え、でもあんた昨日ドリームリーフで。ドリームリーフって何のこと？そんなことより美月さん、今流行ってるのは銀河忍法帳よ。あなたも流行に乗り遅れないようにしないと。これから官忍部のイベントに参加するんだけど一緒に来る？ううん、せっかくだけど、うちは彩りの夢学園祭の開会式に行くから。そう？それじゃあさらばだ、美月忍者さん。いや、うちは瑠璃忍者である。さらばだモンタナ忍者さん。これがピノコニーの流行の移り変わりか。募集中、見学や体験入部もできますよ。復帰、あれから考えたのだが、もし疲れているなら一緒に家に帰ろうか。いや父さん、僕は帰らない。
今回の学園祭で大儲けしたんだ。理論の講義の成績はあまり良くないけど、将来はセールスマンにでもなればいい。そうすればピノコニーにいても自分を養えるからね。見ていてくれ父さん、これから僕はこのピノコニーで有名になってみせる。お前というやつは俺も父親としてもう少し頑張らないといけないな。フキたちは納得する答えを見つけられたみたいだな。シャリカ、このスイーツすっごく美味しいよ。もう一個ちょうだい、もう一個。皆さんちゃんと並んでください。全員分ありますから。シャリカ、あんたってスイーツ作りの天才ね。ありがとうございます。卒業した後パティシエになるのも悪くないかも。チャリカは自分の妊婦を見つけたみたいだな。バナハナちゃん、ミスターレックの新作に出てるんだってただの早役だけどね。あなたはこれから絶対ビッグスターになるわ。そうだ、先にサインもらってもいい？もちろん。はい、どうぞ。ありがとう。でも、カーボナって誰？私の名前なの。もう芸名は使わない。ファンになってくれるならこの名前をしっかり覚えておいてね。バナハナちゃん、いや、カーボナはみんなに認められたみたいだな。ああ、学園祭が突然延期されたと聞いてな。少し早めにセミナーを切り上げて君たちに合流しようと思ったんだ。どう？学生生活は楽しかった？どうやらゆったりとした学生生活は送れなかったようだな。だが青春というものは平凡なことよりも予想外の出来事の方が記憶に残るものだ。見て、ロビンさんが来たわ。皆さん、こんにちは。今回の彩りの夢学園祭の司会を務めることができてとても嬉しいわ。あ、本物のロビンさんだ。今回の開会式、前より気合入ってる。あれ？そういえば前回って誰が来たんだっけ？え？覚えてないや。実は私も前に折り紙大学に通っていたことがあるの。だから皆さんの同窓ということになるわね。その頃の折り紙大学も今と同じであまり自由とは言えなかった。憂鬱な気分になる試験にたくさんの課題、厳しい論文の答弁もあったわでも仕方ないわよね。だってここには未来を育む責任があるんだもの。そんな中でも毎年彩りの夢学園祭の時期だけはみんな悩みを忘れることができた。でも学園祭には終わりがある。どんな人でもいつかは夢から覚めるのと同じように。でも覚めない、覚めてはいけない夢もある。それは私たちの将来の夢。美しいものを作りたいと願う学生もいれば、豊かな生活を送りたいと思っている学生もいる。そして自分を高尚な人間へと成長させたいと考えている学生もいる。どの夢も本当に素晴らしいわ。
夢は私たちを導く道しるべなの。生きていれば当然疲れてしまうこともある。そんな時は疲れが取れるまでゆっくり休めばいい。十分に休息をとってまた飛び立ちたいと思えたら、いつでも輝く夢が進むべき方向を示してくれるから。皆さんが折り紙大学で自分の夢を見つけ、それを生涯貫けることを願っているわ。美しい夢を持っていれば鮮やかな色を作り出せる。理想を持っていれば自由を抱くことができる。皆さん、彩りの夢学園祭へようこそ。鮮やかな夢、自由な理想。鮮やかな夢、自由な理想。ここは邪悪な帝国と似てはいるが、何の手がかりも得られなかったな。ん？ガマ忍者さん？次の映画ではぜひ違う名前で呼んでくれ、名優君。他の演者たちは？任侠にはそれぞれ獲物がいる。シルバーガンシュラさんは今回義理人情で拙者に手を貸してくれただけだ。今頃は自分の狩りを始めていることだろう。ところで何か用か？君のおかげで素晴らしい映画が撮れたからな。ギャラを支払いに来たのだ。報酬は不要だ。拙者の行いは己の忍道を貫くためであって、金銭に執着しているからではない。まあそう言うな。君なら絶対に興味を持つと思うぞ。なぜなら私の言うギャラとは原始博士の行方に関するものだからな。まだ早いし、どこかへ行こうか。